秋の星座。星座を探す目印にはよく季節の大三角を使います。夏の大三角、冬の大三角、春の大三角、どれもその季節の星座を見つけるためのとてもいい目印です。でも秋の大三角はありません。秋の夜空ではペガススの四辺形という四角形を目印に星座を見つけていきます。空を見上げて大きな四角形を探してみましょう。秋の夜空には明るい星が少ないので、二等星を三つと三等星を一つ結んでできる四角形は意外にはっきりとわかります。最初に見つかる星座はこの四辺形が胴体になっています。前足が2本、首がすっと伸びて顔も長い、翼を持つ馬の星座、天馬ペガサスの姿です。天馬ペガサスですけれど、星座の名前はペガスス座と言います。でもペガサスの姿、前半分しかありません。ペガサスはあんまり早く飛ぶので、どこかにお尻と後ろ足を忘れてきてしまったそうです。それでは四辺形を目印に秋の星座を探していきましょう。まずこちら側、西側の2つの星を結んで、この線を地平線に向かって下ろしていくと明るい星が1つ見つかります。この星は秋の星座で唯一の一等星、フォーマルハウト。周りには他に明るい星がないので、日本では南の一つ星と呼ばれていました。フォーマルハウトというのは魚の口という意味で、ここには大きな口を開けて水を飲んでいる魚の星座、南の魚座があります。南の魚が飲んでいる水はどこから流れてくるのでしょう。四辺形とフォーマルハウトの間に小さな三つ矢のマークが見つかります。ここにはこんな星座があります。誕生日の星座の一つ、水亀座です。水亀を持っているのは大神ゼウスの給仕をしているガニメデスという少年で、流れ出した水を飲んでいるのが南の魚です。今度は東側の2つの星を結んで、同じように地平線に向かって下ろしてみると、少し明るい星が見つかります。二等星のデネブカイトスです。二等星はあまり明るい星ではありませんけれど、周りに明るい星がないのですぐにわかります。デネブカイトスというのはバケクジラの尾という意味で、ここが尾びれ。長い胴体があって五角形の頭。ここにはクジラ座という星座が見つかります。ペガススの四辺形とデネブカイトスの間にはこんな誕生日の星座が見つかります。暗い星ばかりですけれど、2匹の魚がリボンで尾をつなぎ合った姿が描かれています。この2匹は女神アフロディテと
息子のエロスが怪物デュホンから逃げようと変身した姿だと言われています。秋に見られる誕生日の星座はもう一つあります。それがヤギ座です。ヤギ座は秋の星座ですけれど、夏の大三角のベガとアルタールを結んで2倍伸ばしたところと覚えておくと簡単に見つけることができます。ところで、ペガススの四辺形の中で一番明るいこの星、アルフェラッツは馬のへそという意味の名前なのに、ペガスス座の星ではありません。この星、実はアンドロメダ座の星です。アンドロメダ座はアルフェラッツを頂点に細長い A の形に星を結びます。日本ではペガススの四辺形とアンドロメダ座の並びを合わせて旗星と呼んでいました。このアンドロメダ座には M31 アンドロメダ銀河という空の暗いところなら肉眼でも見つけられる素晴らしい銀河があります。 A の横棒を2倍に伸ばしたところ、双眼鏡で探すならアルフェラッツから2つ目の星ミラクを目印に隣の星、また隣の星とたどっていくと、そのすぐ脇にアンドロメダ銀河が見つかります。230万光年彼方にあるアンドロメダ銀河は望遠鏡の助けなしに肉眼で見ることができる最も遠い天体の一つです。アンドロメダ銀河から目印にしたミラクを挟んで、ちょうど反対側にも銀河があります。ここにある M33 は銀河をちょうど真上から見たような丸く渦巻きがわかる形をしています。ここには三角座という星座があります。さて、アンドロメダは古代エチオピアの王女です。でも星座の絵では鎖につながれた姿で描かれています。母親のカシオペアがアンドロメダの美しさをあまりに自慢したので、怪人ポセイドンの怒りを買ってクジラ座の化けクジラの生贄に捧げられてしまったのです。そのアンドロメダ姫を助けに現れるのが天馬ペガサスを狩る勇者ペルセウス。アンドロメダの両親のカシオペアとケフェウスの姿も星座になっています。秋の星空は英雄物語の一大絵巻です。